私たちの世界では驚きの瞬間や不思議な現象で満ちています。しかし科学技術の発展した現代では信じがたい瞬間でさえ監視カメラに記録することが可能になりました。私たちが普段見逃している現象や驚きの映像の数々を見ることができます。ここでは監視カメラが捉えた衝撃の瞬間10選をご紹介します。巨大な岩が、ハワイのホノルルで巨大な岩が家の壁を突き破って転がり込むという衝撃的な出来事が起こりました。家の中に設置された監視カメラには岩がものすごいスピードで家の壁を突き破り寝室に衝突する瞬間が捉えられています。近くにいた女性は危機一髪で岩との衝突を免れ軽傷で済みました。家の中にはキャロラインさんを含め4人がいましたが、幸いにも全員無事で大きな怪我はありませんでした。ただ家は大破し、外に止めてあった車もかなりの損傷を受けたといいます。家の近くでは土地開発のための掘削作業が行われており、直径約 1.5 メートル、重さ1トンほどの巨大な岩はキャロラインさんの家の近くの丘から転がり落ちたと推測されています。ですが企業のオーナーは掘削作業には問題がないと主張し、それが原因かどうかはまだ分かっていません。ゴミ袋。カリフォルニア州に新居を構えた一家が引っ越し早々に置き配達を盗難される洗礼を受けます。その様子を監視カメラが捉えた映像は驚愕と笑いを誘うものとなりました。犯人は黒いゴミ袋を身にまとい、一見するとただのゴミ袋に見える姿で玄関に接近。置き配された荷物を自らの大きなゴミ袋の中で抱えると悠々と立ち去ってしまいました。この手口では顔も体も完全に隠されているため、誰が犯行を行ったのか特定するのは困難です。実際に犯人は未だ捕まっていないということです。ガソスタ大爆発。サウジアラビアの都市メディナにあるガソリンスタンド、監視カメラが捉えた映像には爆発の衝撃とともに給油中の人々が驚き逃げ出す姿が鮮明に記録されています。突如として地面から大きな煙が立ち上り、現場は一瞬にして混乱状態に。給油中だった人々は一斉に逃げ出し、車内にいた人もガソリンホースが車と接続されている状況にもかかわらず大慌てで車を発進させて逃げていきます。ガソリンスタンドにはガソリンを貯蔵するための地下タンクが設置されており、爆発はそのタンクから発生したものとみられます。幸いにもこの事故で負傷者は一人もいなかったとのことですが、このような予測不可能な事態がいつどこで発生するかわかりません。日常における安全の大切さを改めて認識する機会となりました。水道管の破裂。ウクライナの首都キエフで地下に埋め込まれた直径2メートルの水道管が破裂するという事故が発生。その結果アスファルトで舗装された道路が大きく盛り上がり爆発的に吹き飛びました。その決定的瞬間が映像に収められています。近くに駐車していた車はその衝撃による被害を受け、噴出した水や泥の柱は建物の7階にまで達したそうです。映像には爆発時にその付近を通行していた人の姿も映ってますが、その人物への被害状況は分かっていません。少年が線路に転落。インドのムンバイにあるバンガニ駅、駅のホームには視覚障害のある母親と6歳の少年が歩いていました。少年は誤って線路に落ちてしまい、母親は線路から離れて少年に上がってくるよう促すものの、なかなか上がることができません。その時画面の手前から全速力で線路を走ってくる一人の男性、電車はすぐそこまで迫っており、時間との戦い、男性は急いで子供をホームに引き上げ自らも上がることに成功しました。あと数秒遅れていたら男性の命も危なかったでしょう。この男性は駅で線路のポイント切り替え作業を行う転鉄手のマユール・シェルケさんでした。シェルケさんは取材に対し、とっさに体が動いて線路上を走っていた。その間自分も危険にさらされていることは分かっていたが、それでも私が彼を救わなければならないと強く思ったと語っています。ノートパソコン爆発。イギリスのロンドンにあるオフィスビルで突如充電中のノートパソコンが爆発炎上するという前代未聞の事故、無人の室内で起こった
一部始終を捉えた監視カメラの映像。突然ノートパソコンから火が出て瞬時に爆発し、映像が真っ白に。その後も爆発が続き、炎が広がり、室内は煙で満たされて、もはや炎しか見えない状態となりました。最終的に火事は鎮火しましたが、オフィスにあった1階の床は焼け落ちてボロボロになったとのことです。エレベーターで危機一髪。ロシア、クラスノダール市の建物内にあるエレベーター。黒い服を着た男性が降りた直後、グレーのスウェット上下を着た男性がスマホを片手に乗り込もうとした瞬間、エレベーターの扉が閉まるよりも先に突然上昇を始めたのです。彼の乗り込むスピードは決して遅くなかったですが、男性は扉に挟まれる寸前でした。扉が完全に閉まる前にエレベーターが動き出すとは、想像以上に恐ろしい出来事。幸いにも、男性は無理に乗り込むことを諦め、エレベーターから離れることで、大惨事を免れました。プールの床が抜け落ちる。2021年4月22日午後10時頃、マンションに設置されていたプールの床が突然抜け、真下の駐車場が大洪水に見舞われるという、衝撃的な映像。駐車場には1台の車が停車している様子が、映像に映っていましたが、幸いにも人影は見当たらず、巻き込まれた人はいなかったようです。詳細な原因はまだ明らかになっていないようですが、この映像は事故の恐ろしさを物語っています。逃走劇を一瞬で終わらせた男。トルコのテラス席でくつろぎながらお茶を飲んでいる男性。男性の目に飛び込んできたのは、警察官から逃れようと猛ダッシュで走ってくる容疑者の姿が、一瞬で取り押さえた彼は、容疑者を引き渡した後、何事もなかったかのように再びお茶を楽しみ始めます。ショッピングモールの床。中国、江蘇省鎮江市にあるショッピングモールの2階の床が突如抜け落ちるという驚きの事故が発生。フロアにいた黒いジャケットを着た女性客が洋服のラックの横を通り抜けようとした瞬間、床の穴に飲み込まれていく様子が監視カメラに捉えられていました。事故当時、フロアの下では作業員が壁の工事を行っており、この事故により女性客と作業員の2人が瓦礫に閉じ込められました。幸いにも、現場に駆けつけた消防隊員により、2人は無事救出。女性客にとって、買い物中に床が抜け落ちるとは、予想もしなかったことでしょう。いつ何が起きるかわからない世の中ですが、無事だったことが何よりです。ご視聴ありがとうございました。良ければグッドボタンとチャンネル登録していただけると、嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。